こんにちは、レンジです。ブラッドボーンの続きをやっていきます。前回終わってから相当血の意志を貯めてルドウィークの聖剣とルドウィークの鳥獣を買いました。ルドウィークの聖剣はかなり使いやすいですね。今できるところまで強化をしておきました。この剣はあれと一緒、教会の脊椎と一緒ですね。で、合体させると体剣になります。これが意外と範囲が広くて使いやすいですね。まあ、ハンマーがいいか剣がいいかっていうところですね。脊椎との違いは。これで左ぐるっと行くんですけど、左側にも当たり判定があってなかなかいいです。ルドウィークの鳥獣は3段ですね。まだ敵には使ってないですけど、まあ、当てやすくていいんじゃないかな。で、ちょっとね、気づいたのが、攻撃力、血の攻撃力っていうところを見てて、こっちの方が強いじゃんとか思ってたんですけど、血の攻撃力って多分血の弾丸使った時の攻撃力ですよね。一回も使ったことないから、それ使うと境界の連装銃の方が強いと。で、こっちは2発同時に撃つから、まあやっぱこっちかな。三段だけど、一発ですね。で、ちょっと今回気になってるのは、前回、なんていうとこだっけ？あ、ここからないか。この、ヤーナム聖堂街から行った、医療教会。あそこで、入れそうな扉があって、あそこをなんとか行けるんじゃないかと思ってます。そこ行ってみましょう。一つはここね。鍵がかかっている。これ、教会の一番上ですね。この鍵を取るっていうのは一回もないから、ここはまだなのかな。ここですね。ここはよく考えないと、多分いけるんだよ。間違ったルート取りするともういけないと思う。そこかな？違うなあ。そこか？こっからじゃない？いけそうだよね。あの足場。いや、ここ何回も死んでるからな。もう嫌なんだよな。いや、いけるいけるいける。このままでいけるでしょう。ちょっと壁すりでいこう。あ、ダメだ。ほっ。ああ、ああ、怖い。乗れるよね、乗れるよね、乗れる乗れる。信じろ、信じろ、俺を信じろ。うわうわはい、やってきました。そこ乗れそうだけどな。ダメか。もっとこっちから見よう。扉どこにある？ここか。ってことはそのもうちょい手前、このロープぶら下がってるやつに乗る。あ、ロープぶら下がってるやつに乗ればいいんだよ。こっからか。あ、ここだわ。こっちだ。え、いける？あの距離。え、いける。ロープぶら下がってんだから、道しるべがあっていいね。あ、ロープからまっすぐじゃん。ああ、わかりやすい。いや、見えねえけど。見えないけど、いや、こうだよね。怖っ。いきます。うっしゃ！すげえ食らったけど。あ、ちょ、ちょ、こっち。これで？いや、こんな生き方で合ってんのか？はい。これ開かなかったら怒るからね。開くじゃん。綺麗なとこに出た。
ああ、いいね。いい建物だ。捨てられた。フルコート。あ、なんかトロフィー。これ隠しかな？え、裏ボスとか出てきたら嫌だよ。なんかあの、夢に似てる、ここ。すごく。え、すごく似てる。あ、夢んとこじゃん。ここ、ここがよく出てくると。あの、墓とかないけど。人形はいない。いないね。え、実在する場所だったんだ。あ、水盆の下のところに。宝箱。人形の帽子、え、え、切れんの？切れるんだ。あ、弱い。人形。人形。切れた。顔どうなってるそれ。え、え、怖っ。ああ。人形に着せるのかと思ったら。古い狩人の遺骨。それは生遺物ですか？違うね。古い狩人の遺骨？何者だ？消耗品？古い狩、これだ。加速の技により、ローリングとステップの速度を上げる。何度でも。なんで今使えないの？水銀弾を使って、そんなボス戦で使いたい感じだね。あんまいらん。今これ街だから使えないってだけじゃないかな。能力が足りてない。うわ！神秘 15！ なるほどね。いや、この学校気持ち悪いからやめたい。あの、人形に見せるわ、今度。ヤーグル。このヤーグルの格好がね、私すごい好き。もう、めちゃくちゃ強そうじゃないですか。牽制って感じ。あの、FF タクティクスにこんなのいましたよね。あの人好きだったんで。名前忘れたけど。3本目のへその緒。これは生物かな？あ、違うんだ。何それ？ 3 番目のへその緒も消耗品？消耗品だ。別名、瞳の紐としても知られる偉大なる異物。消費。いや。効果は何ですか？使えるよ。え？なんだろうね。マリア様像。あ、人形！人形が置かれている。人形ちゃんじゃん。はぁ。あ、明かりつけられる。強化とかができない？小さな髪飾り。それは？消耗品？今度は消耗品じゃないんだ。キーアイテムかな？キーアイテムだ。極質素な小さな髪飾り。え、お人形さんのじゃないの？夢の中で渡せるかな？ああ、道具箱がない。ここは？啓蒙取引はない。あ、それだけかな？実在する場所だったとはね。驚きだわ。誰か笑ってる。笑ってる。どっから来たんだっけ？こっから来たんだよね。他行けるところはないかな？笑ってんのは誰なんだ。ここら辺に墓がいっぱい置いてあるんだよね。隠しかな？
ここは隠しで面白いとこあるよっていうだけかな。さて、どうどう似てる？あ、同じ格好だよ。Welcome home, good hunter. あ、ただいま。なんかあの、What is it you desire? 一言ないっすか？何か何か言いたいこと。おお、あるね。はい。What? これは何でしょうか？ 私には何もありません。わからない、わからないのですが。Not a thing, only I feel.A yearning, something 温かさを感じます。こんなことは初めてです。What's happening to me? 私はおかしいのでしょうか。そんなことないよ。Tell me, Hunter. でも、カリオ様、これはやはり喜びなのでしょうか。そうだと思う。涙石。消耗品だ。おお。使用により雫の結晶石となる。これもそうなんだけど、ちょっと待って、結晶石、ごめん勘違いしてた、これだと思ってた。いや、すげえいっぱい持ってんな。この雫とかこういうのになると思ってたけど違うな。結晶石っつうのはこれだよ。あ、なんか強いあれになるんじゃないの、石に。金のペンダントから使うか。パキーン。黄金の結晶石。アクションの切り替えって何？ああ、そういうことか。黄金から。結晶強化。黄金。うわ、体重の攻撃力を高める。これ、あの、もっと前に装備しとくべきもんだったんじゃないか。いや、今、ルドウィークはかなり強いから、この放射型ね、放射型に、ぶつけるか。対獣に対してはすごい強いってことだな。これも使おうか。パキーン。涙の結晶石。涙。HP が回復し続ける。なるほどね。それなら、こっちにこれつけよう。HP が減ってきたら、そっちに装備を変えると。なんか前も持ってたよな、そういうの。これだ。放射。放射三角。放射だから。まあ、いいか。これにすると、HP が回復し続けると。そんな大したもんではなかったか。Welcome. What is it? ちょっとこの格好については愛の話ね。But I am a dog. Would you? Of course, I do love you. Isn't that? はい。Farewell, good hunt. なんも変わってないかな？変わってないね。火炎放射器どうしようかな。あれ？変わってる。墓暴きシリーズが追加されてる。あ、これ前からあったかな？めちゃんこ高い。考古学者みたいな感じね。墓暴き。でも今の格好あ、これ今の格好じゃないわ。この黒フードがすごい気に入ってるからね。しかも強いでしょ、これ。だいぶ先のやつを取ったと思うんで、これは強いはずよ。しばらくこの格好でいこう。牽制として生きていこう。
ちょっと新たにどっか行けねえか。それかもうこれでこっちは終わりなのかな。ヤーナムはこっちかな。ヘンウィックの墓地街行くか。あ、捨てられた古工房はこっちだよ。地上の目覚め、地上の目覚め、あ、全部一緒か。わからん。ここから行ったはずなんだけどな。こっち側にする？それとも、例えば反省杯って使ってないな。反省杯どこですかね。お、あ、ははははは。足りてないね。ん？足りてんの？え、ていうか、トゥネルも行ける。墓所の鍵なんて持ってないと思う。持ってないよね。うん。いやー、どうしようかな。行くか。覚悟を決めるか。墓地。来ちゃった。前来た時よりは強くなってるからね。こっちにはルドウィークの聖剣もあるんだよ。だからどっち行くかも全然わかんない。覚えてねえ。ああ、こっちはもう戻ってるな。あ、いいじゃんいいじゃん。戦える戦える。全然戦える。いいね。じゃあ次はここだな。これどっから攻略してもいいんだろうな、このゲームは。多分。でも、明らか強いところは、行ったところで勝てねえよっていうことなんだろうな。いや、いい。この格好、この墓地に似合う。てか、どこでも似合うわ、こんなの。この獣が何なのか分かんねえ。あ、全然戦える。うわ、強っ銃が強い。よく見て、こっちとかもいけるんだ。戻ってる、もしかして。戻ってるかも。こんな銃のやつがいっぱいいるところから来たと思うから。お、いいね。こいつ2つのちょんちょんのやつくれるじゃん。あれ、どうだったっけな。前に来たのが前すぎて覚えてないよ。なんか家があったのはここか。ここは魔女がヒッヒッヒッっていうところだ。うおーだってあ、こっちか。なんだ、動かせない。エレベーターなんだろうな。じゃあショートカットがここにある。絶対忘れるけど。他は？獣の声がする。お、こっちかな？狂ったおばはんがいっぱいいるんだよな。あ、こっちだわ。取ってないアイテムがあるということは、こっちですね。いた、ヤクル。あ、その武器、怖い。怖い怖い。あ、そんな怖い。
うおー、火炎瓶。ババアゴの野郎。今殺してやるからな。こうか。おお、傷つ。木槌さん、木槌さん来た。大木槌。こんな大振りしちゃったら隙だらけでしょ。だから死人に挨拶しなくてもいいんだよ。うん、間違いねえ、こっちだ。ああ、久々。パッパッ。久々でもいいか。あの頃の、うわババア、どこだババア、どっから投げてる。そうか、よし。今の月かっこいい。ここは開かないだろうな。向こうに仕掛け見えるし。このゲームなんかすごいめたいことを言っちゃいますけど、こういう風にランプが要所要所あって、これが道しるべになってるんですよね。その、お、そこなんかあるじゃん。うわ、いいね。こういう分かりにくいというか、広大なマップだと迷子になるんで、ちゃんとね、道しるべとして、しかも雰囲気を壊さないように、矢印とか出てきたら興ざめだからね。こういうランプで道を教えてくれてると。そういう作り、好きですよ。待ち伏せの人は何なんだろうね一生そこにいんのか。あ、カラス好きじゃねえんだよ。たまに毒消しとかくれるからいいんだけど。カラス、あ、まだいる、まだいる。石ころ？石ころかい？え？普通の固定アイテムが石ころだった。あ、これが、ショートカットか。え？下？さっきのとこ？あ、さっきのとこだ。これで、ショートカットできるようになった。なんか、ショートカットが早いね。短いのか、ここのマップ。ショートカットできちゃってる。この下は死ぬ、死ぬね。え、どっから、あれ死ぬよね。もうね、死ぬ高さは分かってきたよ。あ、ここ乗れる。で、ここにランプあるってことは、そこから降りろってことか？あれ？あれ？道ある？ふぅ。ここなんかあるね。骨髄の肺、生物か。こんなとこで戦いたくねえ。体験もいいよね。かっこいいよね。よいしょ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 。さよなら。うぅ、クリーンヒット。うわ、ちょっと、すごいな。すごい肩を持ってる。バーバー。落ちるって。
落ちるから。ちょっと危ないから。ばあさん。ばあさん。火炎瓶くらい落とせよ。なんだ。ピーピー言ってたぞ。キーキー言ってた。旗折り？あ、やっぱ。おっ、ああ、おっさんのハンター、待ち伏せくんか。これはタクか。よし、こんなん燃やしたら大惨事いるわな。あ、ラッキービースト。今回は何をくれるかな。あ、いいね。しばしためだの生物。こっちは、ここなんだ。落ちたら死ぬ、落ちたら死ぬ系。こうね、見落としてしまうと後でもうここは通ったからいいやって思っちゃいがちなんで、なるべくね、あの見落としないように進んでます。なるべくね。大きい寿司攻撃してこいよ。なんだ、何かあったよ。中にいる。うわ、あんなところに。いけるね。いけるけど、先にちょっとこっち見たい。そんなもないのか。ババア。ババアあっち行った。ああ、合流しちゃう。火炎瓶？早いね、バーサル。火炎瓶は倒しておきたい。本人だ。バカだね。こっちな。こっち多分正規ルートだから。あれ？バーサル死ななかったか？死ななかったわ。高さが足りなかった。アイテム回収先に。いいね。3か。そこをどうやって、え、どうやって行くのそれ。あ、普通に行けんのか。下降りてからね。高所から降りるのは怖いので、こっちを取っていきましょう。おお、ピッピッタ。はあ、Why you？ お前がなぜここにっていう感じ。これなんだ、なんか煙出てる。すごい煙出てる。なんか来たね。気づいていないようだ。これ誰だ。今までいた、こんなやつ。
ラクエに出てくる。カンダタとか、こんな感じ。あ、ババアどこ行った、ババア。ババアの声は聞こえるな。あ、そこ開くよ。ショートカットか？オッケー、これでどっか最初の方で通れなかったところが通れるようになった。あ、掴まれた。うわ、そんなに痛くないけど。危な。ガードしてんだな。ヘッドバット。よっしゃ。死ぬ俺はこちら上だというか。これどこだっけ。どこだこれ。やべえ、わかんねえ。全然わかんねえ。似たような感じだからな。どっからショートカットできるのかわかんない。ここどこだ？最初のとこっぽいよね。あの、夢の入り口がどこなのかがわかればいいんだけど。ここが、あ、わかった。なるほど。じゃあ、こっからこう行くと。右ね。そこ降りて右。OK！ あ、違う、ここじゃねえ。ここもショートカットなんだけど。こっちはもう使わないかな？え、もう、多分ボス近いよ。二つもショートカット作ったら。もうすぐだと思う。ということで、ちょっと中途半端ですけど、今日はここまでにしましょうかね。あ、ここだ。ここは夢の扉。2万もある。帰ろう。どうしようかな。レベルを上げるか、火炎放射器買うかで迷ってる。それか、服。服はいらないよな、今。そんな強くはないんだよ。なんか耐性は強いんだけど。と火炎放射器。今ね、レベルアップに1万3000使うんですよ。ちょっと足りないから。Welcome. What is... Very well. Let... あ、いいか。虎の子出すか。神秘上げとくべきかな。あの、技使うのに。神秘上げると発見力。発見力って、確かアイテムドロップ率だったと思う。筋力は今十分だったよね。スタミナはもうちょっと欲しいんだよな。 HP よりもスタミナだよな。スタミナあと1上げとこ。技使うのはまた今度ってこと。で、虎の子出します。これ2個でいいか。あ、1000だこれ。あ、なんだこれだ。さあ、火炎放射器はどんな感じか。弾をどんくらい消費するのか。ああ、そういうことね。段階的に減っていくと。火炎放射器は使えるところあると思うんだよな。とりあえず獣狩りの松明、これはこれで使えるから。はい、ということで、次回さっきのとこのボスまで行って、ボス倒すとこまで行きたい。できればもしめちゃくちゃ強かったら考えますけど、次回倒すと思います。まあ魔女みたいなのが出てくるんじゃないかな。
あんだけババアが出てきてんだから、ババアのボスが出てくるよ、多分。はい、ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。